はいどうもいらい店長ですえ今日はね、えー、メンタリスト DAIGO さんのね、えー、発言がですねちょっとおかしい <laughs> っていうかね、まあ、かなりおかしいことも多いんだがえー、台風のね避難所 におけるうホー台東区の問題があるんですけど、えー、それについてですね今回の台風の避難についてペットが多くの避難所で断ることは理解できない大切な家族を見せて避難なんてできるわけないだろう少なくとも赤の他人の命より動物だとしても家族の命を優先するのは理解できるペットを受け入れ可にすれば住民の避難はもっと迅速になったはず、まあ、これは全然ね大丈夫というかわか,かるんですけどその後にねホームレスの受け入れ拒否が批判されるならペット受け入れ拒否も批判されるべきだと思う この後ですね何度も言うが人間の命の方が重いなんてきれい事だ家族の命の重さなら人も動物も関係ないここですねえ何度も言うが人間の命の方が重いなんてきれい事だこれねやばいやばいやばいうんねそのでこれに対して、まあ、ペット飼ってる人とかがね本当に DAIGO さん言う通りみたいな感じの世界観が、えー、こういっぱいになってるわけですけれども。 自分だけ助かにか可愛いペットと不安を共にしてペットを守る選択もあると思うみたいなね「いいこと言うわ同感です」とかね、えー、そういったことがいっぱい出ているわけだがいや動物と人間は違違うううから、うん違うんだよ、うん、でそれがね近代国家の原則なんだよ。うん で、まあ私もねあの、まあ、今ペット飼ってないけどその動物を可愛がる気持ちっていうのはすごいわかるんだけれどもその人間の命と同じだって言ってしまうのはすごく問題でねでもちろんどっちも対戦したらいいじゃないかってのはもちろんなんだけれどもその同じだって言ってしまうのは例えば。 あの犬を食う地域ってのもあるわけじゃないあの韓国とかでさその,の一部の地域とか世界的にはあるわけなんだけれどもそれはさ人肉を食うのとは違うでしょ。うん、人肉を食うのとは違うでしょ,ちょに。日本人には受け入れがたい価値観だけど人肉を食うのとは違うわけよ。うん、で例えばまあ日本のさクジラを食うのだってさその諸外国から避難をされているわけじゃない えー、でもそれはさ人間食ってるのと違うからねその文化的な違いとかあによって、まあ、ど,どの動物を可愛がるか可愛がらないかあ食ってはいい食ってはいけないそういった倫理観はあるんだけれどもでも人間と動物は違うよねっていうのが近代国家ある現代の大前提なわけ、ねうんでだから例えばペットをね大切にしてるってすごく分かるんだけれどもペットをね人が殺しちゃったとした時に。 それは動物愛護法とか、まあ、あるいは非物損壊罪にはなるんだけれども殺人罪にはならないわけよ。うん、なったらおかしいでしょ、うん。だって人じゃないんだから。あで大悟さんの言ってるこの人間の命の思いなんて綺麗い事、ね、とかそのホームレスの受け入れ拒否が批判されるならペット受け入れ拒否も批判されるべきっていうのはこの動物を人間がかわいがってるんだったら人間と同じように扱えと法的にもう。 と、えー、というこをだって避難所のさ受け入れを批判してるってことは行政の対応はこうあるべきというふうに言ってるわけでこれはねちょっとおかしいよね。うん、ペットとね人間の命は違うんだよ、うん、でましてその行政はそういうふうに判断しなきゃいけないわけよね、うん、でね。 もちろんペットを大切に思う気持ちってのは分かるんだけれどもそれをねこう利用してっていうかねその自分のこう歪んだ意見をねこうなんか受け入れさせていくみたいなっていうのはねいやおかしいよ。うんまあ大悟さんはちょっと慶応の先輩にあたると思うんだけれども慶応大出身なら分かるだろそのぐらいうん人間と動物の命は違うことぐらい分かるでしょ。うんで基本的人権の尊重なわけよ。ペットじゃないわけようん で、それをさ意図的にぐちゃぐちゃにしてるとしたらさ相当悪質だし意図的じゃないとしたら相当焼き回ってるぜ、うん、相当焼き回ってるぞマジで。うんまあね我が慶應義塾のこう何て言うかそのね、えー、自らの知性をですねこう、正しい方向に使うということをね大悟さんにおいてもこう、期待するところでございますけれどもねこの「ペットと人間命同じ」みたいなねその 何回読んでもねこう言ってるんだわ。そのすごく綺麗な言葉遣いで言ってるんだけど、だからね、ペット受け入れ拒否はね、批判されるべきだよ。でもね、優先度ってのはあるわけよ。うんで、まあ、俺こんなこと言うとさ、あげろちゃはペット大事にしたり、大悟さんはペット大事にしてるみたいな、そういう世界観になるんだけれども、それは全く別の問題でありまして、うん。 ペットを殺殺して殺人罪になったらやばいわけよそれはそれは,それはねおかしいわけ。生類憐れみの例になっちゃうからそれ。ね。そういったね間違った歴史というのを様々通ってきてえやはりこう人間だけはこう特別にしようと。でまあペットとかはまあ動物愛護法とかそういった枠組みでこうあの保護していこう人間がペットと大切にする気持ち動物と共生していこうという気持ちそういうのはそういったほ別の枠組みで大切にしていこうというのがあのー。 今までたどり着いてきたあの人間の今ある正義なわけでございましてですね、うん、ちょっとねその動物と人間命の重さ同じっていうのはねやばいぞ、うん、本気で言ってんのらやばいし本気で言ってないんだったらその大衆をこうなんか煽ってさこう自分の思いを実現させるみたいなやっぱり社会的響力大きいからねそれやめた方がいいよ本当にというふうに思いました。はい、以上ですババイバイ